じゃあ、歌を聴かせてもらえますか。はい、はい、ありがとうございました。OK。All right。ダンスを見せてもらえますか。はい。I want to ask you something. Tell me about your self-discipline. Are you able to really discipline yourself and stay humble? I feel I need to understand where my placement is, because if I didn't, then the people around me would get hurt, and the people around me would not think of me as someone who's caring and kind, and would not trust me when it came to things that they wanted to trust me with, so. Okay, then I'll tell you. I think you're totally a star. Totally a star. Thank you. Oh. I could explain to you all day about specific elements, but you're just a star. Thank you so much. That means a lot. You know how to express yourself. Art is basically expressing yourself. Most of the participants think this is some kind of a test or a contest to show their skills. But it's not. This is not a contest. It's about, I'm always trying to see if they can express themselves.何よりもいいことはパフォーマンスをするとき自分のキャラクターがそのまま現れるところです。それは本当に特別ことです。ありがとうございます。次のパフォーマンスがもう見たくてワクワクします。ありがとうございます。頑張ります。聞いてください。おめでとうございます。ありがとうございます。
Great job. 精一杯頑張るのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。あ、どうして대박이다。わあ、これくらい驚くべき才能はなかなか見られなかったです。ああ、驚きました。今回のグループにこれで自信が持てました。너무긴장한것같은데즐겁게했으면좋겠어요はい。はい、やってみましょう。はい。지난번에노래때문에칭찬을많이받았죠はい오늘도자신감을갖고했으면좋겠어요はい、はい、I'll be back 君が望むのならもしも必要次はニナさん。
ろしくお願いします。ヒルマニナ14歳です。 DJ ですか？はい、あのラジオ番組の設定で今日はスター性の部門をやります。왜이런무대를준비했죠？表現力を前褒めてもらえたので、それをもっと活かしたいなと思って、話すだけでは物足りないと思って曲を作ってみようと思って、あの BGM とオープニングを自分で作曲して、で、あと台本を書くのにも挑戦しました。あのこれだったら少し魅力を見せれるかなと思いました。なので挑戦してみました。聞いてみましょう。はい。Welcome to Niji Project. Hello everyone. This is Rainbow FM DJ Nina. 午後2時です。Niji Project が始まりました。Niji Project. この番組は JYP Entertainment、Sony Music Entertainment の提供でお送りします。今朝は少しひんやりしていて、いよいよ秋らしい季節になってきましたね。季節の変わり目です。健康にご注意くださいね。はい、では早速コーナーに行きたいと思います。トゥルルルチャンチャチャーン。今日は思い出に残る曲。今日も本当にたくさんの方からメールをいただきました。ありがとうございます。今日のメールは愛知県17歳女の子イオナちゃん。私は今年の夏ダンス部の夏の合宿に参加しました。私たちは TWICE の Cheer Up の曲に合わせてみんなでダンスをし、すっごく楽しい思い出になりました。 That's wonderful. 私も実は合宿に参加したことがあります。同じ夢を持つ仲間と出会い、真剣にダンスと歌に打ち込んだ時間は一生の思い出です。はい、ではイオナちゃんの思い出に残る曲 TWICE の Cheer Up。時間になりました。また来週ね。 See you next week. Bye. ありがとうございます。やってみましょう。I love you.
ありがとうございます。평가에서7위를차지한리나상축하합니다. 리나상축하합니다.